くださりどうもありがとうございます。ありがとうございます。もうね、白鳩の滝のこのね
そうなんですよ、ね、はい、ステージでは私たち何回もね、はい、ステージをさせてもあのいただいてるんですけど、はい、やっぱりこういつ来てもそう、ね、滝が目の前にあって、ちょっと皆さんあの背中に、ね、なっちゃうんですけど、はい、滝が目の前にあって、うん、あのあちらにはヤマメがいてっていう ね、 ね、すごい自然に囲まれた、はい、ステージはねなかなかないのでね、貴重な、はい、時間なんですけど、後ろからはねそうめんを食べられる、はい、食べないね、いただきながら見ていただけるということで、はい、はい、今日もね午前中ね11時半からもステージをさせていただいたんですけど、うん、今回この1時半でね、うん、ラストなので一緒になんか楽しんでいただけたらなと思ってます。はい、はい、それではですね、まず聴いていただいた曲は彩香さんの虹色でした。それでは次の曲なんですけど、はい、私たちのオリジナル曲の大人未来という曲を聴いていただこうかなと思います。それでは聴いてください、大人未来。
曲になります。最後の曲はみんなで一緒に大きく手拍子で楽しんでいきましょう。それでは聴いてください。輪になって踊ろう。どうしたの？つまらないならほらね、輪になって踊ろう。みんなで遊びも勉強もしたけど、わからないことだらけんなら輪になって踊ろう。今すぐ悲しいことがあればもうすぐ楽しいことがあるから、信じてみよう。忘れちゃダメだよ、いつも輪になって踊れ。いつでも一人ぼっちの時でさえも、誰かがいつも君を見ててくれる。今の1時半からのステージ、はい、2ステージさせていただき、はい、本当にありがとうございました。皆さん白糸の滝は楽しめてますか？
楽しめました。楽しめてます。皆さん笑顔だからいい感じですね。楽しんでますか。楽しんでますね。ありがとうございます。美味しいそうめん食べられました。食べた。食べられました。ソフトクリーム食べられました。あ、はいってない、はい、ね、何かね手が、はい、私、ね、ここのソフトクリームめちゃくちゃ大好きで毎回ね食べるんですけど、本当に美味しいのでよかったら、すごいミルク感がね、ね、すごいね、すごい美味しいのでよかったらまだ食べてないよって方はぜひね、あちらのね、うちレジがあるところで買えるのでよかったら、レジがあるところで買えるのでよかったらぜひね、ソフトクリームこれ私の一押しです、食べていただきたいなと思います。はい、はい、ぜひ白糸の滝のね、滝も楽しんで、うん、ご飯も楽しんで帰られてください、はい、本日は一日ありがとうございました。以上、スイーツでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。